それって…うん七神の一柱スネージナヤパレスに鎮座する氷の徐行ファトス全員が忠誠を誓う唯一の相手だよ七神間の関係は全員仲がいいわけではないけどまさか彼女が他の神から神の心を奪おうとするとは<ペー>ああ何て言えばいいかな 500年前の彼女を僕は知ってるけど、今の彼女はよく知らないんだ。500年前のとある大きな災害の後、彼女は僕とのつながりを全て経ったからね。でも、氷の神とファデュイのことは、後でまた話すよ。七神を全員探すとなると、君の旅はおそらく困難に満ちることだろう。まずは